ここに入ります。そして上に飛びます。これでハマります。はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、衛星版、Y 版、簡易柱フラップのご紹介です。前回、後ろに見えております、AC 時代の紙トラップ、衛星バージョンにカスタマイズしてご紹介させていただきました。今回はですね、さらに Y バーンの柱のみで作れる簡易トラップできましたので、ご紹介していこうかと思います。もちろん Y バーンで誘導することもできるように作っておりますので、ぜひご活用いただければと思います。前半ですね、Y バーントラップの作り方。後半ですね、前回省略しました Y バーン以外での卵の取り方、手段はいくつかあるんですが、今回そこからいくつかピックアップしましてご紹介していこうかと思います。ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。では今回このあたりに作っていきますね。一応傾斜があっても大丈夫な仕様となっております。必要素材はこちら、柱23本で作れるようになっております。作るとき、高所建築用に、はしごを2本、これは金属でなくても木でも問題はないです。建築用の足場用のはしごです。あと柱、金属で作りますが、アルファ Y 版相手にしないんであれば石でも大丈夫です。では作っていきますね。まず柱、高さは通常の最初の高さで大丈夫です。横を向けまして2本、3本ですね。そして縦に貼ります。それでこの3本は不要なので回収していただいていいです。続いて縦に2つ、片側に横に向けて1つ入れます。これは片方だけでいいです。次にここから縦に4本足します。全部で7本、そしてこっちにも足します。一応下から貼れます。次に横に貼りたいんですが、これは下からだと高さ的に足らないです。恐竜の手からでもいいんですが、はしごですね、2個つけていただくとこの横に向けたところに乗れますので、ここからだと横に貼ることができます。2つ伸ばしまして、向こうにも2つ伸ばします。次に縦に貼ります。2個ずつですね。2個伸ばして2個下ろす感じですね。使えばあと拾っていただいたらいいので、これで完成となります。ではですね、 Y 版で誘導していこうかと思います。あそこにいるのが、今回わかりやすくテックの方でしますね。メス120は、まあ、ちょっとレベル高いですけど、気にせずやっていきましょう。まあ、Y バーンで誘導するときはですね、Y バーンで近寄っていただいていいんですが、通常の生物で誘導するときは、あまり近寄りたくないので、例えば、セミオートスナイパーライフルとかライフルで撃っていただくと、一匹だけ誘導できますので、このように誘導していきます。Y バーンで誘導するときは、ダッシュスピードですると引き離してしまいますので、通常スピードでダッシュせずに誘導していただくといいです。ヘイト切れたらもう一発ライフルで撃ってもいいですし、近寄っていただいてもいいです。でこのままですね、ここに入ります。そして上に飛びます。これでハマります。これでどの向きに向いても抜けることはできません。飛行生物、基本的にワイバーンに限らず上に逃げる習性があります。なんでヘイト切れた段階で上に飛ぶので、下空いてても引っかかります。ただしですね、
下に生物いるとそれを攻撃しようと下に降りてしまいますので、そのあたりはきれいに掃除していきましょう。あとは眠らせるだけですね。はい、寝ました。このトラップ下に落ちますので、インベントリ開けることも楽々です。あと寝てる間にワイバーンとかでカミカミしていただいても、これでミルク取ることができますので、倒すと同時に取ることもできます。ワイバーンいる場合はこれが楽だと思います。今回ですね、電撃麻酔弾でやっておりますが、高レベルでも本数いりますが倒すことはできますので、全然クロスボウでいいです。注意点として、下に飛ぶともちろん抜けれてしまいますので、下に生物が来ると危険なので、周りは極力きれいにしておきましょう。ワイバーンを使わないんであれば、ここをまっすぐ縦に伸ばしていただければさらに誘導しやすいかと思いますので、ご活用いただければと思います。その場合は22本でいいですね。以上です。ではですね、後半としましては、ワイバーンを手に入れる前にアルゲンタビスやリマントリアでワイバーンの卵を取るときに使える手段をご紹介していきます。複合的にも使えるんですが、3つご紹介していきます。まず内容として1つはこちら、さっきのトラップを応用して横に2マスずつで柱を立てたものになります。これはここまで来れば引っ掛けて離せるというものになってます。捕らえる用ではないので、下に落としているのは1本柱を落として高さ6本にしてます。傾斜にはよるんですけども、これを横に並べている状態です。6本あれば大体大丈夫だと思います。4本とかでもいけるんですけど、ちょっと2本だと複数来た時に対応できないので、6本ぐらいあると安定するかと思います。もう一つがこちら、 2×2 の四角い豆腐ハウスを作っているわけなんですが、ここに1つだけ空いてます。中にベッドをセットしてます。使い方は後ほどご紹介します。3つ目が蜂蜜を持ってます。これでワイバーンを離れたところに誘導するというものになります。できるだけガスマスクはあれば持ってきた方が安全です。ポイズンにやられる可能性があるので。ではですね、実際やっていくんですが、ちょっとあんまり手前にワイバーンがいなくて奥にいるので、ちょっと見本にしづらいんですが、例えばこの辺壁があるので、この辺り蜂蜜をポイポイといっぱい投げておいて、こっち側に行きます。するとワイバーンが蜂蜜に群がってくれるので、あそこに集まります。その状態でこっち側の多番号を取ると、壁に引っかかるので来るまでに時間がかかるっていうやつですね。極力離れたところにワイバーンを誘導して卵を取るというものになります。ただしこれ敵対されてると意味がないので、近づきすぎないように、気づかれないようにだけ気をつけください。これ卵を取りまして逃げます。遠くに離してるんでこっちに来ないというものですね。このまま取って逃げるということになります。例えば、まあ、ワイバーンいます。ちょっと遠いんであれなんですが、卵取ってアルゲンでダッシュで逃げる。ちょっとここまで来るとあそこの位置だと遠すぎるんであれなんですが、ダッシュで逃げる。これでここ行くとですね、引っかかって追ってこれないというものになってます。もう一つがですね、もう一回ちょっと撤退されますね。これ行きましたね。この状態で、これに引っ掛けなくてですね、そのままここに入ります。降ります。ベッド、ここだった。
ファーストトラベルします。これでアイテムは落とすわけなんですけど、一旦ヘイトが切れているので、もう一回これでファーストトラベルで帰ります。ちょっと時間空けてる方がいいです。すると、ヘイトが切れているので、バイバンがいなくなっています。場合によっては周り飛んでいる場合があるので、一旦外を確認して、いないのを確認してからアイテムを拾います。で、Y バーンの卵、外から自分のインベントリに移った段階でもう一回 Y バーンのヘイトが来るので、ご注意ください。近くにいるともう一回ヘイトを取ってしまいますのでね。あとは逃げるということになります。まあ、持って帰るということですね。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、衛星版、Y バーン、簡単柱トラップのご紹介でした。Y バーントラップに関してはですね、柱のみで簡易的に作っておりますので、拘束力は以前のものよりありません。なので、たまに抜ける場合がありますので、ここだけご注意いただければと思います。眠らせる間ぐらいは問題ないと思うんですが、周りに生物いると、下側に生物いると抜ける場合は多いので、周りの掃除ですね、しっかりとしといていただければと思います。あと、Y バーンの誘導ではなくて、地上生物で誘導するという手段もありまして、ガルミムスであったり、クロコプトドン、あと、テラーバードやティラクレオぐらいであれば、地上からライフルとかで狙撃して、メスを1匹だけ誘導して、このトラップで捕らえることも可能ですので、その際は、ミマス感覚の柱で大丈夫です。ぜひご活用いただければと思います。後半のですね、卵の取り方に関しては、今回ちょっと離れてたので、強引にちょっと連れてきたんで絡まれてましたが、谷の下ぐらいのところの卵を取るんであれば、今の位置でもいいですし、卵ある近いところで作っていただければ、アルゲンでも絡まれずに利用することができますので、ぜひご活用いただければと思います。最後のファーストトラベルに関しては、ヘイトが切れるんですが、あまりすぐ戻ると、まだ近くにワイバーンはいる可能性があるので、ちょっと時間を置いて戻って、ヘイトは切れてるので、一旦近くにいないか見てから卵を拾うようにしましょう。卵を拾った段階で再度ワイバーンからヘイトを振ってしまう可能性がありますので、ご注意ください。次回はですね、ロックエレメンタルの極力地形に左右されない簡易トラップご紹介させていただきますのでお楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあればここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますのでぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。